アストラハンハン国は、15世紀から16世紀にかけて、ボルガ川下流域、カスピ海北岸にあった、トルコ系、アストラハンタタール族の国家。首都はアストラハン。ボルガガー・ウガンは、中世から八タルカーン、またはアストラハンと呼ばれていた。最古の記録は1333年である。13世紀から14世紀には、ジョチウルスの貿易と政治の中心地となった。 ジョチジウルスが弱体化した後、火山反国やクリミア反国などと共に独立。カシム藩によって1466年頃に建設された。その後を継いだ弟、アブドゥルカリムの時に大きく発展。水陸の交通、交易の要衝として繁栄したが、クリミア反国など周辺の諸国家から絶えず襲撃を受けた。1552年に火山反国を征服した。 ロシアのイヴァン4世は1554年アストラハンハン国を従属国化する。君主デルビッシュハンはクリミアハン国と共にこの一帯からのロシア人駆逐を図ったがイヴァン4世は1556年軍隊を送りアストラハンハン国をロシアに併合した。デルビッシュハンはアゾフの要塞に逃亡した。ありがとうございます。